大分県竹田市、作曲家滝廉太郎が少年期を過ごし荒城の月の曲奏を得たことで知られている。毎年10月、この町では滝廉太郎記念音楽祭が開かれている。戦後間もない1947年、復興の象徴として音楽で人々に勇気を与えようと始まった。現在音楽祭の中心となるのは全日本高等学校声楽コンクールだ。高校生を対象にした独唱の声楽コンクールが少ないこともあり、若手声楽家の登竜門となっている。竹田市は幾度となく大きな災害に見舞われてきた。大会会場が被災して使えない時も、行政と市民が一体となり休むことなくコンクールを続けてきたのが誇りだ。まあ、私よく言うんですけど、地域遺伝子が宿ってる、歴史を刻んできた強さなんだなということを改めて私も感じますね。音楽祭は年に一度の大行事。全国からの来訪者をもてなそうと、延べ500人近くの市民ボランティアが郷土料理を振る舞うなどしてコンクールを支えてきた。さらに2017年には竹田市少年少女合唱団がおよそ10年ぶりに再結成した。将来音楽祭に出場することを夢見て、20人余りの子どもたちが練習に励んでいる。この竹田から若者たちに羽ばたいてほしい。市民の熱い思いが音楽祭の70年以上の歴史を支えている。